皆さんこんにちは、ナレーション担当のスカちゃんです。今日の撮影日が11月22日ということで、今回は E217 系に奇跡が起きたみたいなので千葉駅にやってきました。何が奇跡なのかというと、 N ゲージで製品化された編成同士で並結して運用入りしてるんです。 N ゲージ E217 系の最新ロットの編成は Y131 編成と Y35 編成です。今年の8月に再販で製品化されたその編成が並結して運用入りすることはなかったので、さらに 217K では並結相手を変える機会が少ないからまさに奇跡です。その編成がもうすぐ千葉駅にやってくるので、津田沼駅まで乗っていきます。この動画を見てる中で E217K の N ゲージを持っている人がいたら絶対記録するべきだと思います。ちなみに私は持ってないです。ヒュース加速の E217K なら買うかもしれないです。今日から運用入りしたので2週間近くはこのペアで走ります。それでは Y35 編成の車内入りましょうか。車内はこんな感じです。製品化同士の並結したこと以外特に何も変わってないです。でも残り6本の状態で誰もいない車内を堪能できるのはすごく嬉しいです。相変わらず優先席の数が先頭車だけ圧倒的に多いですね。ここ通勤ラッシュ時に座る客いるのかな。年寄りの客もわざわざここまで歩かないといけないしね。そして車椅子スペースが1号車だけありますね。にしてもこの並結は本当に暑いですね。まだ少し時間があるから Y131 編成の車内も見てみます。この編成は F1 号車のみ、 Y10 に編成が組み込まれているのが特徴です。そろそろ発車時間なので今回は付属編成で津田沼駅まで乗ります。Required in the green car. The next station is Inan.
津田沼駅に到着です。特急の通過待ちがあるので今回はこの辺りで締めます。